がとうございます。助かりました。危うく溺れ死ぬところでした。彼らは私を檻ごと海に放り込むつもりだったようです。そうだ、お嬢様のコインですが、何者かがそれを利用してよからぬことを企んでいるようなんです。落ち着け新の女、そのことならもう知ってるぞ。え、はい、その件でしたら私たちも気づいていました。ここまでの流れも私が考えていたものとほぼ一致しています。この計画の首謀者はそう簡単に諦めないでしょう。すぐに新たな策を講じてくるはずです。シャブ行様が自ら手を貸してくれるんですか？この件は三奉行にとどまらず稲妻全土に関わる一大事。私の中立的な振る舞いもここまでです。将軍様は昔からくだらない権力争いを嫌悪していました。将軍様の臣下たる奉行として私はこの件を解決に導く義務があります。そうなのですか。新の女、とりあえず今は戻ってはいけません。どこか身を潜めるのが得策です。旅人さんにパイモンさん、我々もここを離れましょう。